はい、よろしくお願いいたします。今日は、ジムニー JB23W の、簡単な、操作説明というか、使い方をご紹介させていただきたいと思います。で、今、車を止めた状態なんですけども、エンジンをかけるときはクラッチをこう踏みながらで、キーを回します。で、エンジンがかかるようになっております。で、私もジムニーを買う前にちょっと気になっていたことがあって、この2区とか4区とか、4WD のローに変えるときはどうすればいいのかなというところが気になってたんですけど、実際2区から普通の4区に変える場合は、走行中でも、変えることができます。で、4WD-L ローの場合は、車を止めた状態で、ニュートラルに入れて、かつクラッチを踏まないと変えることができません。で、4WD ローは、最高でも数十キロしか出ないような、もうかなりローギアな設定になってますんで、普通の道路ではまず使えないんじゃないかなと思います。かなりあれですね、オフロードであったり、雪でもそう使わなくて、ほぼ使わないですね、日常では。で、4WD なんかはここを押していただきましたら変わります。カチッと音がして、メーターのところにランプがつきます。で、これから 4WD ローに変える場合はクラッチを踏みながら押していただきますと、ピーという音が鳴って、4L のところにランプが点灯します。で、解除する場合はもう一回クラッチを踏みながら、2区か4区ですね、今回2区に戻してみます。これで、ランプが消えます。ちょっと今なんかランプが点滅してる状況だったので、ちょっと入ってなかった状況なので、これで元に戻りました。ちょっとなんていうかギアの紙が悪かったような、感じです。はい、それでは、今からちょっと、動かしてみたいと思います。で、マニュアルなんで一速に入れていただきまして、クラッチを切っていけば、動き出すんですけども、で、一速はもう20キロも出ませんので、二速発進でも全然 OK だと思います。で、一速でしたら、後半クラッチしていただきましたら、こう動きます。ちょっとで、この状態でアクセルを入れていくと前に進み出します。で、一速今で20キロ4000回転で、これぐらいでギアチェンジをします。
四駆を入れるようにしてます。 USB も入ってないんで四駆で走るようにしてます。まあ、普段はまあほぼというか、まあ普段は肉で、走っています。で、こっからまた肉に戻してみたいと思います。まあ、これまあ走りながらできるということになってるんですけど、まあ人によっては止まってからしかやらないという方もいらっしゃいます。必要かなと思うんですけど、ちょっとまあハンドルも変えたいなと。あとまあシフトノブであったり、なんでしょう、まあドリンクホルダーがあるんですけど、これはあの回ってこう衝撃によって落ちてきちゃうんで、ドリンクホルダーがここにつくような感じで、まあ、欲しいかなと。あとはおおむね満足はます今のところ。ラッチを切って3速4速一旦アクセルを動かして3速購入するときにオートマにするかマニュアルにするかすごく悩みましたけども、やはり、まあ、今思えばマニュアルを買っといてよかったなと思います。運転してて楽しいんでかなり満足としております。またいろいろ、まあ、ジムについての情報があればどんどんアップしていきたいと思います。また今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。